はいどうもみさんこんにちはサーディのコーンのゲントです今回はですね sinx イ,イコール2となる x を解いていきますいやー待ってよと sinx って単円上の y 座標の値なんだからこれ -1 から1の範囲しか取らないんじゃないのとまあ、普通こうなりますよねただですね sinx をちょっと工夫してあげることによってこの sinx イ,イコール2となる x 存在しちゃうんですよ。今回はその方法について解説していくので、ぜひ数学の面白さを感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでははじめに簡単な予備知識から、sin x、こいつを微分するとどうなるかというと、c o s x なんですね。まあ、これは結果だけ知っていれば大丈夫です。c o s x を微分すると、これ -sin x になるんですよ。ということは、-sin x を微分すると c o s x になるし、c o s x を微分すると sin x になる。 ま、sin x を4回微分してあげると、元の sin x に戻るんですね。あともう一つ、e の x 乗。まあ、e っていうのは、2.71828点点点と、ネイピア数という定数なんですけど、この e の x 乗という関数を微分してあげると、元の e の x 乗に戻ると。この二つのね、知識さえ入っていれば、もう前提知識としてバッチしですね。じゃあ早速、sin x イコール2を解いていくんですけど、 まずねしたいことっていうのがこの sinx を多項式で表していくと sinx を a0+,a1x+,a2x2 乗 +,a3x3 乗 +,a4x4 乗点て点とこんな感じでね多項式でね表していきたいんですねそんなことができるのかっていう話なんですけどこれできちゃうんですよどうやるかっていうとこれ結構簡単でまずこの式にね x イコール0を代入してみましょうそうすると 左辺は sin0 で0ですね。右辺は x を含む項は全部消えてくれるので a0 だけが残る。a0 イコール0と。じゃあ次。この元の式を微分してみましょう。そうしたらね、左辺は sinx の微分だから c o s ン x 右辺は a0 が消えて a1x が a1 になって。で、a2x2 乗が 2a2x を。まあこんな感じで、ね、残りの部分残るんだけど、 すべての項に x が含まれますよね、a1 以外。よって x イコール0を代入すると、これ a1 が求められて右辺は a1 だけ左辺はコインゼ0で1と。だから a1 イコール1ということが分かるわけですね。まあ、同様に、ね、B 分してあげるとサイン x が -3x になって、今度は a1 が消えますね。で、ここの 2a2x が 2a2 になって、 ま、残りの項ね、これ、まあ、3の解乗って書きますけど、3の解乗 A3X。プラスかけかけ A X、ま、4×3×A4X2 乗足す、点点点と。で、全部 X の項が入るので、X イコール0を代入してあげると、A2 がわかるね。左辺は0。で、右辺は 2A2 だから、A2 イコール0という風になる。まあ、あと1回ぐらいやってあげると、これもね、また微分すると、左辺がマイナスコサイン X。 で、右辺の方は 2a2 が消えて、ここはね、3の解乗 a3 だけが残る。で、残りの項、まあ、4の解乗 a4x プラス点点点。ここの部分にはすべて x をね、含むので、x イコール0を代入すると、a3 がわかんね。左辺はマイナス1、イコール3の解乗の a3 倍だから、a の3はマイナス3の解乗分の1になると。ま、あ同様にね。 もう一回微分すると、sin x に戻って、4の解乗 a4 プラス点点点で、x イコール0を代入することによって、a4 が0。同様に a5 求めると、5の解乗分の1。a の6は0。a7 はマイナス7の解乗分の1と。まあ、こんな感じで続いていくのね。まあ、こんな感じで a0 a1 a2 a3 点点点と、全部のね、係数が分かるので、これね、sin x 解いてあげると、 こういうふうに表せるね。まあ、X の偶数上の項は全部0でね。係数としては0になって、それ以外の項が1、マイナス3の解乗分の1、5の解乗分の1、マイナス7の解乗分の1、点点点と。これとね、全く同じことを、c o s クス、x e の X 乗についてもやることができて、それぞれ、こういうふうに表すことができるんですね。まあ、c o s ック x は sinX と違って、X の偶数上の項だけが残ってると。 で、e、のの乗についいててては全ての項が残っているとまあこういうふうにね多項式で表す方法っていうのを、まあ、テーラー展開っていうふうに言ったりしてまあ今回の場合はね特にマクローリン展開というふうに言うんですけどこのテーラー展開をすることによって非常に面白いことがわかるんですね今回この e の x 乗のこの x に ix を代入してみましょうすなわち e の ix 乗っていうものを考えてみるこの i っていうのは虚数ね ルート1まあすなわち i の2乗が -1 なわけですねそうするとどうなるのか e の ix 乗っていうのはこういうふうにね、まあ、この式の x に i x を代入しただけのものでこれが得られるそうすると、まあ、i の2乗がね出てくるこの x の偶数乗の項は結局虚数が消えてくれるんですね一方で i の奇数乗っていうのは、虚数が残る。よって、まず、i が消える方の項を考えると、1ね、1と、ここ。i の2乗はマイナス1なんだから、マイナス2の解乗分の1、X2 乗と。で、今度は、i の4乗は今度は1なわけだから、プラス4の解乗分の1、X4 乗と。まあ、これが繰り返されていく。これが実部。一方、虚数部分ね、i でくくれる部分っていうのは、この青の方ですね。ここは X。 で、次は、このね、i の3乗は i1 個取ると i の2乗になるわけだから、マイナス3の解乗分の 1x3 乗と。で、同じように、プラス5の解乗分の 1x5 乗マイナス点点点と。まあ、こういう風うに続いていって、そうするとね、ここの部分とここの部分、さっきのね、式と見比べてあげると、まさに c o s ン x sinx になるんですね。よって、c o s ン x プラス i sinx を こういう形が導かれるわけですね。これが非常に面白いんですよ。このね、e の ix 乗イコール c o s i x プラス isinx イイっていうのは超超超重要な式ですね。オイラーの公式と、まあ、呼ばれてるんですね。これを使うと、もう本当にね、いろんな世界がね、開けてくるんですよ。まあその例が sinx イコール2を解くと。 ま、あこのね、オイラーの公式。ま、あ余談なんですけど、このエックスにパイを代入していくと、e、ーのアイパイ乗。ね。パイっていうのはまず、ま、ええ三点一四一五九二点点点というものだけど、コサ c o s イ足すンパイ,アイ,サイ,ンパイコサインパイっていうのはマイナス一ですね。で、サインパイっていうのはゼロなので、結局、e、ーのアイパイ乗足す一イコールゼロと、ま、あこういう式が導けるんですよ。で、これは、 まあ世界でね、最も美しい数式として知られているわけです。じゃあ、このね E の Ix 乗イコール c o s i ク x プラス i s i ク x どんな意味を持つのかっていう話なんですけど、今、複素数平面っていうものを考えてみます。すなわち、複素数平面っていうのはね、x 軸の方に実部、y 軸の方に虚部を対応させる、まあ、そういう平面なわけですよ。まあ、例えば、 2足す 3i っていう複素数があって、それは実部の部分が2で、虚部の部分が 3i と。まあ、こういう点をね、ここの点に対応する複素数を2足す 3i っていうふうに呼ぶ。まあ、それだけなんですね。まあ、それをね、見ていくと、c o s i x 足す i sin x。ね、さっきの e の i x 超イコール c o s i x プラス i sin x っていうのは、単位円を対応させられるんですね。 この単位円において、まあ、X 軸ね、正の方向から X。ここの点っていうのが、X 座標が c o s x Y 座標が sinX なので、c o s i x プラス isinX と、こういうふうに対応できるわけですね。で、こいつっていうのが、まさに E の IX 上に置き換えられるわけなんですよ。これを使うと、例えばね、I の I 乗みたいなのも簡単に求めることができて、この I っていうのは、 I の点っていうのは2分の π だけこの x 軸の正方向から移動したところですよね。ということは i っていうのは e の i の2分の π 上とこういうふうに変形することができるんですね。こここは2分のだからうういうふうに変形できますよ、ねでまあもっと言うと2分の π だけじゃなくてその 2π の整数倍だけ変化したものも全部 i に 対応するのですとこういうふうに変形することはできるそうすると i の i 乗も結局 e の i2 分の π たす 2nπ の i 乗とこういうふうにできて i と i がね出てくるからそこをス1に置き換えると答えこういうふうに求めることはできるわけですね まあなのでのの愛情っていうはは実は実数なんですよで。しかもそれ1つだけじゃなくてこの n がね0だったり1だったり2だったりマイナス -3 とかね、えー、全ての整数を取るいろんな値を取りうるんだよっていうことが分かるわけですねこれは面白いですよね同じようにログ g i っていうのも求めることができてね i っていうのはさっきやった通りこういうふうに表せるんで結局 まあ、このね、ログの定 E なので、答えは2分の π 足す 2nπi というふうに求めることができるわけなんですね。まあ、こんな感じで、ログのね、中に虚数があったり、虚数上だったりっていうものを、えー、これをね、用いることによって考えることができるようになるわけなんですね。で、これを使うと、さらにね、sin x イコールにも解けるようになると、まあ、このログ i はね、えー、解けるっていうことは後で使います。まず e の ix 乗っていうのがこういうふうに表せるわけなので e のマイナス ix 乗っていうのはこの x にねマイナス x を代入すればいいわけね cos マイナス x っていうのは cosx で sin マイナス x っていうのはマイナス sinx なので cosx マイナス i sinx をこういうふうに置き換えられるそうするとこれですね 差を取ることによって、sin x を、このね、e の何とか乗という形で表すことができるようになるんですよ。これ、差を取ると、e の ix 乗 -e の i, えー、-ix 乗イコール 2i の s i n x 倍。よって、sin x っていうのを e の何とか乗みたいな指数関数で表すことができるんですね。なので、sin x イコール2を求めるためには、このね、 指数関数イコール2っていうのを求めてあげればいいということがわかるわけね。そうしたら、あとはね、e の ix 乗っていうのを一回 t と置きましょう。t と置くと、e の ix 乗は t。で、-ix 乗っていうのは t 分の1ですね。だから t、t-t 分の1で、まあ、この分母の 2i を払うと、イコール 4i と。 よって、あとはね、これ、両辺 t かけて t2 乗マイナス、ここ移行すると、4it マイナス1イコール0と。で、あとは、これを解の公式を使って解くと t イコール、まあ、ここがね、えー、偶数なので、えー、半分、マイナス半分、プラスマイナスルート、この 2i の2乗マイナス4、引く ac と。だから、マイナス3。っていう風になるので、ここの部分ね、ルート 3i っていう風に置き直してあげると、 2プラスマイナスルート 3i というふうに求められるわけですね。で、今回ね、t っていうのは e の ix 上なので、こういうふうになって、じゃあ、あとは両辺ログを取ってあげることによって、この x を求めていく。そうしたら、ix イコール、ここの部分はね、ログ2プラスマイナスルート3プラスログ i と、まあ、こんな感じで分解することができて、このログ i はさっき求めましたよね。 こいつは、まあ、さっきね、求めた通りなので、2分の π プラス 2nπi と、こういう風になって、あとは i を割ってあげることによって、x イコール。まあ、この項はね、i が消えるから、2分の π プラス 2nπ。で、i 分の1っていうのは、まあ、マイナス i っていうのと、ログね、2マイナスルート3っていうのは、実はね、マイナスログ2プラスルート3と。 まあ、こういうふうに変形できるので、このプラスマイナスをね、外に持ってくることができて、そうすると、結局、プラスマイナス、アイバのログ2プラスルート3と、こういうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。まあ、なので、このね、サイン、この値っていうのが、実は2になりますよと、 こういうふうにね、サインの中に虚数を入れてあげる。まあそういった工夫をしてあげることによって、サインの、ね、値が2を取り得ると。まあそういう話なわけですね。もう今回のポイントは、こういうオイラーの公式を使って世界を広げていくといろんな話がわかるんだよと。まあそういう話でした。 まあこんな感じでね、えー、今後も数学の面白い話をたくさん取り上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしようっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう